正道成は南朝政の初代皇帝。正道成の一族である乱領昇氏は東海軍乱領権を本願とし、全館の上昇である昇家の子孫と称した。昇な成自身は昇家の二十四世の孫と称した。高祖父の昇成の代に、下北の混乱を避けて、江南に渡り、進む領軍、竹進む県に居住するようになった。闘神によってこの地に、 南蘭両軍乱両権が強を消された。父の少将氏は南朝総発に武功があったが、当時の貴族性社会においては、軍人は関門でしかなかった。現下24年に、洋州市氏市氏、を思お話の参軍となり、台北議選に先行を挙げた。明帝より、行貴将軍、西部健康、南遠州市市に任じられ、ワインにて北議に対抗した。ワインでは、 自費で兵士を集めて勢力を拡大し、一時は明帝に反乱を疑われることもあったが、明帝が崩御する際に右栄将軍栄意に進んだ。元木2年に後敗帝の叔父の慶応を琉球藩の反乱が発生したが、これを小道成が鎮圧した。この武功により中両軍となり、金軍を掌握して独裁体制を築いた。元木5年、これに、 危機感を抱いた後、背廷は、正道なりを中殺しようと計画したが、これに対して、先手を打って、後背廷を殺害、順庭を擁立し、自らは、自中、四空、六将所持、表記大将軍となった。正道なりの戦王に反対する陳優の、縁明劉平らが兵を起こすが、これを鎮圧して、朝政を掌握、昭明三年に、昭国、正王となり、 順帝より前兆を受けて、生を立てた。即位した皇帝は、権力掌悪の時期から建国後にかけて、僧の皇族を多数殺害したために不評を買った。内政面では、戸籍の整備を行い垣部の制限を行うなどの政策を実施し、自らは、倹約に励み、南朝政は、時代の武帝の代まで知性としては、小康状態を保った。 しかし安定した国情を作り出しだとは言い難く、南朝政は23年しか存続しなかった。ありがとうございます。